ちは。星座チャンネルウエンとマルカとアキとカズです。よろしくお願いします。本日も皆様にミャンマーのニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。大和証券ってわかるかい？大和証券わかる。会社の名前だよ。大和証券って言ってね、はい、日本の会社の名前です。株とかを取り扱っている、うん、ミャンマーでさ株始まったでしょ。そこのお手伝いをした会社ですよね、カズさん。大和証券。そうです、そうです。そこが新しく出資したところがあって、その事業がねちょっと素敵だなと思って。リサイクルでわかる？リサイクルでね、プラスチックとかもう使わないプラスチックをまた別のものに変えるっていうね、会社に出資しました。ミャンマーの？それがシンガポールの会社なんですよね。シンガポールコマーシャルプラスチックホールディングデルタキャピタルミャンマーが運営するファンドとの共同出資だそうです。トータル13億で内訳は出てないそうです。なるほどね、すごいね、はい、13億。これでも素晴らしいですよ ね、 ね。でなおかつ書いてあったのが、そのリサイクル率っていうのが、はい、そう、使用済みペットボトル、みんなお水とか飲むでしょ、回収率っていうのがね、他の国より高いんですって、はい、ミャンマー人はだから回収、ちゃんとペットボトルの回収をするんだ。 YCDC とか、あリサイクルちゃんとやってるもん ね、 多分 YCDC は回収してないと思いますね。だけどそのなんかペットボトルとかをなんか変えるところはありますね。それは、はい、みんながごちゃごちゃに出すゴミを YCDC の人がさ分けてくれたりしてるじゃない、はい、すぐね、はい、それが、うん、そう大きいと思う。ちゃんとじゃあリサイクルをしてゴミを出さない仕組みをミャンマーに作っていくと。みんなはゴミをちゃんと捨ててる？ゴミ袋に。捨てますよ。分けて捨てるわ。分けて捨ててる？分けて捨てる。2種類ぐらいだけね。あれゴミはバスバスで、あとペットボトルとか便とかはバスバスで。おお。ミャンマーってその別々に分けなきゃいけないルールってある？それはないね。特にはないですね。だけど、はい、センターとかスーパーマーケットとかにはゴミを分けて捨ててくださいという意味でちゃんと並んでいますね。色で緑色とか黄色とかで、例えばトボトルとか赤いの中には燃えないゴミ。なんかさ、ゴミ袋も色があるじゃない？黒と、はい、緑と青と、はい、あれはどうしたらいいの？ゴミ袋はあれ書いてる、外にミャンマー語で。ミャンマー語でしか書いてない？うん、私見たとはミャンマー語かな。見たことあるのは緑と青いのやつ、2つ。黒もあるよ。黒もあるし、あまり買わないから私見てないし。私もなんかサイズしか見てないわ。そうですね。サイズは英語で書いてある。そう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 。あれじゃあ別に分けてはいないんだ。昔さ、はい、ゴミ袋にの色に分けて捨ててくださいって言われた気がしたのね。あ、ありました、テレビで。 あったよね、そう、テレビであったでしょ。なくなってしまった。いつ頃ですかそれ？僕がまだ 3,4 年前かな。そうですね、うん、だから、あ、そうなんだと思って。でもさ、どこにも書いてないから僕は何に従ったらいいのか分かんなくて、だからゴミ袋の外に書いてたよ、ミャンマー語の文字。すごい、えらいですね。すごい。まあスタッフが書いたんだけどさ。あれってでも結局その分けても分けなくてもゴミ捨てに行くじゃないですか、うん、一通りチェックされますよね。うん、なんかね、開け、そうそう、うん、なんか掃除のおばちゃんが中開けてね、チェックするから。そうなんですよね。まあ別に僕らがやんなくてもいいっちゃいいですけど。なんか最初はね、私すごいちょっと複雑な気持ちだった。ゴミを見られるってあまり嬉しいわけじゃないですか。確かに。難しい、どちらかというと。そうだね。そうですね。こいつこんなん食べたんだとかさ、なんかあ今日ロッテリア食べたんだなとかすぐバレるやん。僕はずっとソーダしかゴミ捨ててないから、こいつソーダしか飲まないのかなと思われてた。そういうことですよね。だけどなんかね、最初はすごい複雑だった、恥ずかしかったんだけど、今となってはそういう人がね、はい、ちゃんとチェックしてくれてるのかな、いいのかな。そうね、分別の、うん、はい、できてるってことですね、うん、
見られたくないものは部屋で燃やすっていうのが一番いいかもしれない。なんか火事にしちゃうよとか。火事になっちゃうよ。火事になっちゃうね。そうだよ、危ないよ社長。確かに、いや、やってないよですね。あ、私の田舎だと、まあ、庭が広いというかゴミの車とかは来ないです、ね、そうだよ。あんまりなので自分の家の隅とかで庭の中で、はい、燃やしてるかしてましたね。今はちゃんとゴミの車が来てます。あ、来るようになったんだ。はい、いいね。だんだんそうやって町とか国をきれいにするようにね、国ができていくから、はい、田舎じゃなくてもね、前お母さんの南だこ、うん、お母さんにもね、私たち子供の時はね、ゴミのあれ車は来ないよ。あら、来ないから家の後ろにみんな吸ってる。建物と建物の間。そう、その間にね、ゴミとか木とかいっぱいね、そこに人は入れない、危ないから。そうだよね、そのせいでうちのお店の裏は大変なことになっているんだ。絶対に許さないからな。はい、サクッと、うん、太陽光発電、あー、わかりました。太陽から電気を作る。お、正解。東京センチュリーって、これも会社の名前ですね。こういう会社があります、うん、はい、ヤンゴンで太陽光発電のお仕事を始めるそうです。日本の会社ですよね。はい、嬉しいです。ヨマグループかな。うん、ヨマね。ヨマ、はい。ライタヤとタレンのシティの2つのだけの町のためだけですか。うん、他にもあると思う。今回はね、小規模なこういう場所を何個か作るのかな。そうだね、基本的に、うん、こういうのって、まあ、その国の大きなビジネスにするの難しいから、ね、ショッピングモールのための電気を作るとか、はい、政府のね、その施設のための電気を作るとか、そういうのに使われたりするんだ、はい、だからみんなの家に届く電気ではなくて、商業施設とか公共施設のために使われたりするのかな。あと、そう、私が今日1個入れたかったニュースは、うん、日本のニュースです。紅葉を知ってますか。紅葉、人を雇う、それ雇用。紅葉の漢字難しいでしょう。紅葉っていっぱいあるからな。秋の紅葉って言うと、あー、わかりました。もみじを見たいとか。そうそうそう、はるか、わかった。わからない。もみじ。さ、日本って春夏秋冬あるでしょ。今は秋ですね。あ、はい、秋になると日本では木の色が変わります。それを日本語で紅葉っていうの。紅葉、綺麗ですね。そう、綺麗。葉っぱ食べれるでしょ、ママ。食べれますね。食べません。あ、だけど見ましたよ、食べてるの。そう、私もあれを田村の時にやって食べた。そうね、一応天ぷらで食べる文化はあるけど、あんまりね、特に味もないから。どちらかというと、そのご飯屋さん、高級なご飯屋さんでも飾りとして出てくることが多いんじゃないでしょうか。そうですね、大福の上に乗っかってたりとか、はい、料理の彩りとして乗っかってたりとか、うん、私はね、本の中に入れたい、欲しい、日和としてね。あ、そうね、うん、いいね。今回お願いします、カズさん。僕はどうやって持ってきたらいいんだい。無理だね。私たちはそれで行くのはいいじゃない、見れるし。それは行けばいいね。いや、連れて行ってあげたいよ、本当はね。もみじは ね、そう、見せたいな。これは見せたいかなと思うけど、写真撮りたい。でもあれだね、おしゃれだね。お土産にもみじを持ってきてくださいっていうのは、はい、ちょっとキュンってくるね。じゃあ今チャンネルを見てくださっている人にお願いしとこうか。はい、私たちはもみじと桜と日本の綺麗なお花のしおりが欲しいです。そうです、お願いします。お願いします。かわいいおねだりで。今日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、アリエンド、アルカート。
秋とカズでした。バイバイ。